車が出てるって聞いたから俺も見てないんだよ。車より高かったの。普通じゃない。普通じゃない。これはやっぱこれ買い取りのが高いもんね。はい、おかしいってことですね。おかしいっていうのも宇宙人です。おはようございます。じゃあ今日はどこに来てるんですか。今日はこれどこだっけ、幕張じゃない、なんだっけな、幕張ですね。幕張メッセに来て。幕張メッセ、はい。お、なんか音がブンブン聞こえますけど。これはあのオートサロンっていう、はい、カスタムカーのイベントですね。オートサロン、カスタムカーのイベント、はい、え、カスタムカー関係のイベント、はい、あ、そうなんですね。単純にこう普通の一般車を見に来たんですか。じゃあ自分の車が出てるって聞いたから俺も見てないんだよ。会長の車出てるんですか。出てるみたい。ちょっと待って、え、出てるみたいでどういう意味ですか。いや出てるよ、出てる。はい、これもまだ見たことない。会長が見たことない、会長の車が勝手に展示されてるんですか。あのカスタムしてて、はい、で出来上がってもすぐここだから、はい、見てないんだ。会長もちは結構初対面の車が。初対面ですね。あの写真では何回か見てるけど。おお、見てないです。ちなみに何の車ですか。フェラーリとランボルギーニですね。フェラーリとランボルギーニ、はい、おお、感じも初めてってことで。そうです。ちょっと見に行ってみましょう。すげえ。やんちゃな人たちいっぱいいるんですね、やっぱり。やんちゃな人たち多いって思いますね。自分もそうですけど。やんちゃ代表格として行きますか。やんちゃ卒業組ですね。やんちゃ卒業、卒業してますかね。完成する頃には飽きてる。ちなみにいつオーダーしたんですか。忘れちゃった。元の僕見たことないんですけど、全然違いますか。元々白だっけな。白、あれ黒だっけな。これは赤だった。これは赤だったんですね。何これ、自分の車なのに触っちゃいけないみたいな。あれ、ちょっと待って、フライデーかな。フライデーの YouTube ばっか見てさ、分身ですか。分身。今日ナース喋っとったんだわ。配信、配信は面白いっつって。超大丈夫。自分の車の気がしないね。なんか人の車みたいに触ったら怒られるんじゃないか。ほんならさ、ビジネスワールドサテライト、はい、取材今来て、これ出していいですかって言ったら、いいよって。今日出ますよ、11時に。メーカーの中で、これだけちょっとカスタムとして、ちょっと光ってるんで、この真面目な番組に出るのって言って、それ出させてくださいって言って。俺言ったんですよ。はい、会長やめた方がいいんじゃないですかって。はい、SVJ ですよったら、はい、大丈夫ですって。普通じゃないって。普通じゃない。なんでやめた方が良かったんですか。いやだってもったいないなと思ったわけですよ、はい。まあ、8000万人の車をね、これやっちゃっていいんですかって言ったら、大丈夫だよ。すごいよ。え、これランボルギーニ SVJ の限定900台の車を世界20台のリバティオークに変身して、なおかつフルドライカーボンでやってくれって言うんだよ。改造いくらかかるのっていう。確かに改造車が好きだって言ってたけど、そこまでだろ。これもさ、納車するまで仕上げてたら、はい、俺もフルドライカーボンでやってくれって言うんだもん。っていうことは、これもともとは普通のランボルギーニじゃないってことですね。SVJ ですよ。限定の SVJ の車を、今現行の限定車をこれにしちゃったんです。へへへ。でも。これはやっぱおかしいってことですね。おかしいっていうのも宇宙人です。じゃあ会長すごいのはさ、納車は俺もやっぱりさ、行かないといけないなと思うじゃん、はい。これ一番すごいなと思ったのはさ、加藤さん忙しいでしょ、加藤さん来なくていいよ、俺もいないからって。でさ、お前来いよって怒られちゃうのよ。加藤さん来なくていいよ、俺もいないから、あっちに置いといてって。これあの床ついてるんですけど、走れるんですか。これはちゃんと、車高がちょっと上がって走れるよ。あ、これ今一番低い状態。一番低い状態です。もちろんこれで走れないですよね。これじゃ走れないです。ホイールも特注で、カーボンですから。じゃあこれ全部カーボンなんですか。全部カーボンですよ。これは世界に一台ですよ。なんか知らんけど、会長は世界に一台にしてくれって。人と同じのがやったんですよ。俺もね、
いろんな世界行きましたよ。ドバイ行ったり、まあ、本当中国行ったり。会長みたいにぶっ飛んでる人は今までないね。だから車の価格とほぼ同額のカスタムでしょ。これ改造費の方が高いもんね。改造費の方が高い。何千万高いからね。じゃあ3000万のチャレンジに、じゃあ3000万かかるわけでしょ。6000万だよ。もうちょっと違う車買ったほうがいいよ。どうかでしょ。まあ、そういう考えはありますけど。すごいよ。だって昔から車の値段ぐらいかけて改造してたもん。出したら車より高かったの。昔から。改造が好きだっていうことを俺一番最初会った時に聞いてたけど、はい、俺こんなぶっ飛んでるのに久しぶりだな。こんなぶっ飛んでると思ってないんだけど。いや思ってないけどぶっ飛んでるもん。こういう選択をする人はいないんですか。いない。今までもね。これ実際どのくらいかかったんですか改造に。いやまだこれ実際はこれ完成じゃないんですよ、はい、これとりあえず仮付けなんですよ。もう一回これ全部バラバラしないといけないです終わったら。ただここから2、3ヶ月マックスかかるから、俺の中で気に入ってないところがあって、はい、そこやり直したいんですよ。誰が見ても分かんないって言わなければ、はい、でもそこはちょっとやり直したいんですよ。あとそこ 見れますか、その気になるところ。本当に治るかどうか分からないでも今会長どうぞって言いましたよ。今は言わなければそのまま納車して、はい、多分全然分かんないですよ、はい、ただここがっていうとそうやって言われてみればなっていうところがあるんですよ。そう、これ見たいな。見ます。見に行きましょう。これがドライカーボン膨らんでます。膨らんでますよ。 SVJ は、はい、ボンネットが刺すんですよ、うん、刺して締めるんです。これをパンって締めるパーツができないんで、こっちのフックのやつの純正のフックのやつを使ってここで開くようにしたんです、うん、でドライカーも薄いじゃないですか、うん、そうするとここが段ができちゃって、うん、ちょっと浮いちゃったんですよ。だからこれ作ったんですけど、もう一回作り直さないといけない。どっ赤いとこ残ってる。あ、ここだけ。これが車体カラーなんですかね。違うよ、買ってんだよ。そうだ、そもそも赤でしたね、これ。逆にこれくり抜いてカーボンしてすごいですけど、こっちの方。なんでガラスしないんですか。軽量化。あ、ガラスは重いから。何かあったら守るのはここだけなんで。これはもうぶっ壊れるんですよ。もう軽く扉もぶっ壊れちゃう。これはもう風よけです、ただ。このパイプみたいなところですか。これが横から来た時に全部防いで、ここが守ってくれるんですね。これはもうおもちゃみたいな。何個も乗りづらいただの蓋。こっちは本当に完璧です。これも納車するばっかりです。これもともとなんていう車なんですか。458のチャレンジ。458のチャレンジ、はい、でもっと明るいところで見たら、はい、完璧にカーブ。でも写真撮ると黒にしか見えないからドアが、はい、軽かったんですよ。普通、カーンって上がるんですよ、はい、やばくね、軽すぎてって言ったけど、ちゃんとレギュレーターつけたら純正のようになります。裏もカーボン、ほんとだ。ドアドライです。すごいね。なんで会場全部カーボンが良かったんですか。中途半端なことしない方がいいんだ。普通はこの一部とかですよね。一部で一番会長に俺ビデオで言いたいのは、最初一番会った時に見積もりくれないですかってハワイの4月ね、見積もり送っただけなんだ俺、はい、だから見積もり送って全額入るんですよ。あれ値引きしなくて。普通としてはいくらにしてくれとか負けてくれって言うでしょ。これ普通に言われたから見積もり送ったんですよ。せっかく考えてくださいみたいな。そしたら入金探してたから、ケールが俺誰の入金って言われて、誰のだろう。見積もりで入金されてた。見積もりで入金されてた。すぐ正規資料を送ったんです。最初これ改造する前は乗ってたんですか。ほとんど乗ってないです。あ、じゃあ改造する気で買ったんですか。そうだよ。あ、そうなんです。社長、ここ何なんですか一体。ここはあの友達がやっているレースのシミュレーターがある場、はい、
ね。でも本当普通のバーにシミュレーターがあるんですね。そうですね。でも営業してないですね。会長の周りで車好き多くないですか。いや、そうでもない。あ、本当ですか。車好きが集まってるだけで、はい、車好きな人そんなにいない。あ、そうなんだ。いや、今日車尽くしですね、一日。そうですね。はい。今日って平日だった。今日は一応平日です。そうだ。関係なくないで。関係ないですね。土曜も日曜もないんだから。え、あそこで買いたいとかっていうのはできるんですか。売ってたじゃん。あ、あれ販売されてるんですか、やっぱり。いや、全部売ってんじゃないよ。売ってるものもある。はい、で会長のあれは展示。あれ展示だけです。それはそうでしょ。さすがにあれは売らないですよね。でもあれ見て欲しいって人がいたらどうするんですか。いやー、値段が合わないでしょ。だってあの車にそんなに払う人いないよ。確かに。そしたら買わないですね、わざわざ。あれは飲酒運転しても OK だ。じゃあこの後もまだ飲酒運転しながら。語弊がある。飲酒運転はしない。飲酒してゲームはする。そうですね、飲酒してゲームのドライブですもんね。そうです。飲酒運転じゃないので。飲酒運転じゃない。でちょっとこの後はずっとドライブをするということで、はい、ここまでで今日の動画は終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。